ドジャースの大谷翔平投手30は17日、日本時間18日、2滴地ニューヨークでのメッツとのナ・リーグ地区優勝決定シリーズ第4戦に1番 DH で先発出場し、初回に2試合連発となるポストシーズン、PS3 号を放ち、3打数1安打1打点、3四球4得点だった。チームは12で連勝し、通算成績を3勝1敗とし、 4年ぶりのワールドシリーズ進出へ大手をかけた。燃えていたシティフィールドのファンを一振りで凍りつかせた。初回戦闘大ブーイングを浴びて打席に入ると、35歳のベテランサワンキンタナの2球目を捉えた。真ん中内角よりの9 8マイル、約146キロ、のシンカーを豪快に振り抜いた。角度22度、打球速度117、8マイル。 約189.6キロのロケット弾は宇宙間フェンスを越えた。PS3 号は日本選手初の先頭打者球で飛距離422フィート、約128.6メートルだった。前夜の5打席目から2打席連続だ。PS ではここまで走者ありでは9打数7安打、打率7割7分8輪だったが、走者なしの場面では22打数無安打。 米メディアも不思議がる珍現賞に終止符を打った。1対1の3回、一支無双者は明らかに勝負を避けられたストレートの支給。続くベッツの左前打で二塁に進むと2支後、エドマンの左中間への二塁打で生還した。3対2の4回、一支一塁はカウント1。2から3球連続ボールで歩かされると続くベッツの左翼戦への適時二点二塁打で一塁から激走し、5点目のホームを踏んだ。 6回1指無双者は2番手の右腕ブットからストレートの支給ベッツが左翼へ PS3 号を運び生還した苦しんでいたベッツが6打数4安打4打点と復活したのは大きい7回2指12塁はサワン・ヤングと対戦カウント12からの4球目外角低めのボール球のスイーパーを引っ掛けバットを折られて1ゴロに倒れた12の8回満塁はカウント1 2からの5球目、外角低めのシンカーを見送るも判定はストライクで見逃し三振に倒れた。見せ場は初回の先頭打者団だけだったが3度生還して4得点とチームに貢献した。夢見ていたワールドシリーズ進出へあと1勝、地元ロサンゼルスに